暮らしはいろんな音で溢れている。では会議を始めます。何の音？すいません、うるさくて。内見は壁・天井での遮音に遮音パネル 12.5、 室内ドアにはハピや音配慮ドアをおすすめします。また音が響いてしまう室内には遮音と吸音に優れた音点、壁には後付けタイプの吸音材音ピタで音の響きを抑えます。微声がよく聞こえるよ。リノベーションで防音対策したんですよ。やるじゃないか、音の大研。